カタンの開拓者たち、またはカタンはドイツで生まれたボードゲームである。1995年にコスモス社から販売された。作者はクラウス・ドイバーン。プレイ人数は3人、または4人で、2人用の特別ルールも設定されている。後に5から6人用拡張セットが発売された。大航海時代に発見された無人島を 複数の入植者たちが開拓していき、最も繁栄したプレイヤーが勝利するという内容の、ボードゲーム。1990年代後半から始まった、ドイツゲームルネサンスと言われる、現代のドイツのボードゲームの流星の先駆的、作品であり、その最大級のヒットを得て、シリーズ化され、英語やイタリア語など世界20カ国語以上への、 翻訳や発売がなされるなど人気が高い。ゲームコンベンションではトーナメントもしばしば開催される。日本では東京のゲーム輸入販売店メビウスゲームズがルールの日本語訳を付して肩の開拓のタイトルで発売したのが最初である。やがて1996年にトライソフトによる日本語版が発売されたほか2002年にはカプコンから2010年には GP から携帯キャリーバンが2011年4月25日には基本となるスタンダード版が発売された。街、道、家のコマ最初に六角形のタイルを並べて作るカタン島が舞台となる。各タイルには2から6.8から12の数字が割り振られる。プレイヤーが鉄外で振るサイコロ2つの合計と同じ数字の土地から木材、レンガ、小麦、 鉱石、羊毛といった土地に対応した資源が算出する。各プレイヤーは算出した資源を使い、街道、開拓地、都市を建設していく。開拓の度合いが点数化され、自分の手番時に最初に10点に到達した人が、勝利となる。ゲームのシステムとしては、といった点などが、特徴的である。ただし、いずれの方法でも、資源の入手による運営が不可欠である。 各数字の配分は均等だが、期待値で考えた場合、目の出る確率が高く、資源が入手しやすい最も有利なのは8と6の目が配置された土地である。なお、サイコロの目として、最も出やすいのは7だが、カタンでは、盗賊の目であり、7の数字が割り振られた土地はない。また、島の沿岸に配置された、交易所に家か町が置かれた場合、 そこに書かれたレートに合わせた枚数の資源を別の資源に交換することができる。基本セットでは以下に示す条件で点数を得る。街道、木材、レンガを各一枚消費して道を建設することができる。しかし、以下の条件を守らなければいけない。開拓地、木材、レンガ、小麦、羊毛を各一枚消費して開拓地を建設することができる。 開拓地を建設すると、それが面した地形タイルから資源がもらえるようになる。建設するには、以下の条件を守らないといけない都市、小麦2枚と鉱石3枚を消費して、都市を建設することができる。都市は、好きな開拓地を手元に戻しそこに都市を建設することができる。都市にすると得られる資源が2倍になる。基本セットに追加して使用する。 基本セット不要。いずれもルールは同一。現在、PC 版、スマートフォン版などが配信されている。ありがとうございます。